小坂井町の市街地域、役場や消防署、交番などがある。この県道は多くの区間で平坂街道を踏襲しており、旧街道の名残がある。愛知県道384号小坂井水戸線は、愛知県豊川市宿町から同市水戸町西方に至る県道である。名鉄名古屋本線稲駅、JR 東海道本線小坂井駅付近から、 JR 東海道本線に沿うように走り、JR 東海道本線愛知三戸駅付近に至る道路。名鉄名古屋本線と JR 東海道本線の間のあたりには工場が集中している。工場群を過ぎると家が少なくなるが、三戸町に入ると再び増えてくる。三戸町の JR 踏切から終点までの区間は愛知県道31号と三河環状線の急道である。 起点付近の道路は、飯田線沿いの旧道が、国道1号と立体交差になっていたため、改めて国道1号に接続すべく後年、新設されたものである。起点から、すぐの宿西交差点にはコンビニがある。豊川市役所小坂一所の前を過ぎると、五島交差点で沿線に、商店街のある旧道と合流する。名鉄線の踏切を渡り、工場群の前を精神して、 JR 線の踏切を渡ると、豊橋方面の県道が分かれる柳橋、東交差点に差し掛かる。助、長尾を渡って、国道23号に接続する小坂井津インターチェンジ周辺から、しばらく田園風景が広がる道を進み、白川を渡ると、民家や商店が並ぶ水戸の街並みに入って音羽川を渡る。さらにこの通りを行くと少し広い道に突き当たる。 ここを右折して、すぐに、五遊踏切で、もう一度 JR 線を渡り、西方商店街を抜ければ、終点の交差点に着く。1975年まで、豊橋鉄道バスが、愛知県道496号白鳥豊橋線を、経由して、豊橋駅と、西、ンロを結ぶバスを運行していたが、水戸町内で、ワンマンバス運行のための道路福音が足らず、 回収の見込みもなかったために大幅に離れた国道1号へルート変更し事実上廃止になった。ありがとうございます。